グッバイエイプリルワンマンライブの日。今まだ実感がわかないっていうか、普通に普通の日常なんですけど、さっきまで昼なんです見てたし。会場は青山、月見る君思う。今日さーってやります今日も。いや、ちゃんとやります、ちゃんとやります。今の気分はですね、やったるぜって感じですね。おはようございます。よろしくお願いします。新曲4曲も含め全20曲を演奏。今日のライブは彼らにとってどんなライブなのか。今日がうまくいくかいかへんかで自分たちの未来は変わる。良くも悪くも、まああれですね、風向きですね。バンドを追い風になるのか、風が吹かなくなるのか。追い風にするにはどうしたらいいの。もう言ったら爆発させるしかないですね。気合で、気合だと思います。あとはもうどれだけ楽しめるかっていう。入ってんか気合が。まあ入ってるよ。間もなく開演。ついに来たね。いやもう気合しか入ってない。ひたすら楽しもう。大丈夫、あとは任せてくれ。てい、じゃあ行くぞ。お前に任すから。マジで任せばいいよ。せーの、注意。これまでは必ずラストだった曲から始まった。なんかブライトブルーをケツに置くことによってバンドの安心感っていうのはすごいあったんですよ。やっぱどんだけ前半が例えばすごい流れは悪くても、あの曲がいると結局良かったねっていうライブになれるんで、すっごい、まあ言ったら保険じゃないですけど、そういうところもあったんですけど、多分曲が成長して自己主張を始めて自分はもっと別の場所に入りたい、入れるんだけどみたいな感じの主張をなんか感じたんで、曲が成長したってことだよね多分ね。そうだろうね。キラキラ散った街は曲たちが言ったら、今まで自分が立ってたところに別の曲が入ったわけじゃないですか。もう一人の私っていうアルバムを出した後にその昔の曲たちの成長もすごい感じるっていうのはなんかバンドの成長なんじゃないかなみたいな。うん、新曲は4曲あります。自信作ですね。もう次の僕たちだと思ってるんで、今回のアルバムの、まあ、次を今回このワンマンで見せたかったっていうので。曲順には愛してやまない自分たちの曲への思いが込められた。忘れはしないよ、ただ忘れちゃいけないよ。暮らしなが高校大学と長野の友人とバンドを組んでやっていた時の曲。感極まってましたね。僕もちょっと、ね、ランドマークはやばかったですね。やばかったね。ランドマークはもうやばかった。会場には当時のメンバーが駆けつけていた。駆け抜けてた君の残像、雨明かり。ライブも中盤過ぎた頃、珍しくオーバーアクションの縁本。立ち上がってドラムを叩く角健。そして会場に笑顔が溢れていた。今日はもう思いっきり楽しんで、今日も成功させて、すごいいい一日にしたいなと思いますね。そんな感じです。イエーイ、そんな感じだぜ。
未来定番曲フューチャースタンダード